はい、ランハー通りにあります、新築物件、今出ました、ご紹介させてもらいます。3階部分ですね。まず入って正面が、サニタリーですね。洗面があります。で、洗濯機、お手洗いと、バスタブですね。これは当たり前ですね、ついてます。はい、だいたい広さは100平米ぐらいだと思ってください。順番に行きますね。入り口入ったところで、次右に曲がってまっすぐ奥がリビング、ダイニングですね。で、2ベッドルームです。まず一番最初入って入り口に近いところが、サブベッドルームですね。サブベッドルームです。で、エアコンは当然 2way、収納もまあたっぷりあります。これがサブベッドルームで、廊下の途中でこういった収納がたくさん、まあ、ついています。で、 Wi-Fi のインターネットがつきますので、広い部屋なので、どこでもインターネット、パソコンを持って歩いて使っていただくことができると。で、これがメインベッドルームですね。ちょうどリビングダイニングの横にガラス張りの、ところでこう、つながっている状態、まあ、カーテンで遮ることはできますけど、こういうのがあります。で、当然ありがたいのはこういった金庫も最初から標準でついているのと、メインベッドルームには、こういったテレビがついているというのがあります。で、ベッドは、まあ、ダブルベッドですね、大きなサイズ。横にはサイドボードと電気で、その横には、ちょっとした机が、執務机がついていると。で、収納はたっぷり壁面にあります。エアコンは 2way ですね。これがメインベッドルームで、出まして、このリビングダイニングですね、入ってきます。はい、まず入っていただいて、まあ、広い、新築なんで、ざっと見ていただければ大変、まあ、長方形の形をした、綺麗な形をしたリビング、まあ、ウォーターサーバー、お湯と冷水が出るやつと、42型かな、横長のテレビと冷蔵庫で、キッチンですね、あります。キッチンも下と上にこう収納がたっぷりあります。で、炊飯器とか、二口のコンロで、まあ、お鍋、フライパン、電子レンジですね、がついてます。はい、で、こちらが、食器の、乾かす、やつですね。洗っていただいてここに入れて、で、セットをすれば時間の中で、乾かしてくれるというやつですね。まあ、台の上に、食器の、まあ、食器入れみたいなものをプラスチックで買ってそこに入れたりするケースもありますけど、そのスペースはもったいないんで、ここに入れていただいて、こう食洗機のようにこう洗うんじゃなくてですね、入れて乾かしてくれるというのが、まあ、ここの機能としてついているということですね。新しいアパートなんで、こういった新しい電化製品もビルトインで組み込まれているという、そういう感じですね。はい、で、まあ、開放部分が非常に明るいので、とっても明るくてですね、風通しがいい部屋ですね。で、出口、だいぶのランハーの方からは中に入ってきてるので、今も開けっぱなしにしてますけども、結構、まあ、静かかな。ちょっと音は聞こえますけどね、開ければ。今3階部分なので、ここ7階部分も今空きがあります。はい、多分すぐに決まってくるだろうなと思います。はい、こんな感じですね。いかがでしょうか。新築物件、ランハー通りのちょっと奥ですね、入ったところに100平米ぐらいの広さで物件が今出ております。新築です。2ベッドルームですね。設備は全て最新になってますので、一度ご検討していただければと思います。以上、レポート終わります。